尾山区尾張旭市のとっておき情報をお届けするとちかつ TV。 今回の気になるポイントは、ヴィーガンカフェでいただく厳選した国産小麦粉を使った絶品スコーン、飲むスイーツヴィーガンホイップがたっぷり乗ったいちごのフルッペ、体の隅まで温まる約10種類の野菜を使った玄米リゾット、嬉しい特典もいただきました。最後までお見逃しなく。それでは本編スタート。とちかつ TV はひよこ不動産がお送りします。こんにちは、とちかつ TV のタコです。今回は新森山ヴィーガンカフェ FD ラボさんにやってきました。ここ FD ラボさんは森山区にあるヴィーガンカフェさんで、動物性の食材不使用のスコーンやドリンクがいただけるお店ということで、今日はやってきました。ヴィーガンって皆さん聞いたことありますか？肉や魚介類とか卵や乳製品を含めた動物性食材を一切使ってない食品のことだそうです。ヴィーガンっていうのは聞いたことあるんですけど、食べたことはないので、今日はどんな味なのか楽しみにしてみました。さらに今日はお得な特典もいただいたので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。フリーラボさんのヴィーガンツイートが気になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは、レッツゴー！ひよこ不動産。店内はナチュラルな印象で、リラックスできる空間です。注文していきたいと思います。今日も。その濃厚さの秘密は、厳選したフレッシュないちごと自家製のいちごジャムがたっぷりと使用されていました。そして特製のヴィーガンホイップとヴィーガンカスタードが入っているのが濃厚さの秘訣でした。ヴィーガンホイップとヴィーガンカスタードが濃厚で、でもいちごがいっぱい入っているので酸味と混ざって甘いけど全然くどくなくて、どんどんグイグイおすすめです。美味しいです、はい、では次はスコーン、日本のイチゴからいただきたい。すごい結構ずっしりあるんですけど、やってみますね。すごい、美味しそう。美味しいとこからいただきます。
濃厚生ショコラ、見た目はまるでケーキみたいです。こちらもあんこ、すごい柔らかい。何この感覚。じゃあいただきます。濃厚、美味しい。ちょっと店の人に伺ったんですけど、これはビーガンバターっていうのが他のスコーンで2倍入っているそうで、まさに名前のとろける生ショコラっていうか、チョコ感がすごいです。スコーンって言うと本当これケーキですね。ガトーショコラみたい。これ絵の付きになりそう。めちゃくちゃ美味しいです。他にもスコーンは現在12種類あり、好きなスコーン1つとドリンクが選べるスコーンセットも注文してみました。私たちが選んだのは人気ナンバーワンのメープルくるみのスコーンと美肌効果抜群のキウイのフルッペ。メープルくるみのスコーンはサクサクのくるみが中にたっぷりと入っていて、メープルの甘さと絡んでとっても美味しかったです。キウイのフルッペはすっきりとした酸味が甘いスコーンとの相性抜群でした。美容成分たっぷりなので美肌効果や貧血予防にもいいとのことでおすすめです。そんなフルーツをふんだんに使ったフルッペは現在7種類。特におすすめなのがフルッペの上にビーガンエスプーマがたっぷりと乗ったフルッペハピ盛り。上にかけるソースは6種類から選べるので、お好きなフルッペにソースを選んで自分好みのドリンクを作ってみてくださいね。フルッペ以外のドリンクも豊富です。はい、こちらが玄米リゾットセットになります。めちゃくちゃ豪華。フルッペと玄米リゾットとですね、オニオンリングまでついております。結構ですね、この玄米リゾットの容器がでかっ、ね、このぐらいあります。香りが、結構トマトの香りがすごいします。いただきます。体に染み渡ります。こちらビーガンのスープなんですけど、しっかり野菜の旨味と玄米のつぶつぶ感の食感が結構感じられて、スープなんですけど大満足できそうなご飯だなって思います。体にいいものしか使ってないので、こんなに量あるんですけど、ダイエット中の私でも罪悪感なく食べられてめちゃくちゃ美味しいです。こっちのオニオンリングもいただきたいと思います。食べやすい袋の中に2つ入ってて、このままパクッといけちゃいます。サクサクです。めちゃくちゃ温かくて出来立てで美味しいです。食べなければすぐ提供していただけるとのことで、オフィスの休憩時間にもすぐ食べられてとってもいいと思います。じゃあ最後にふるっていただきたいと思います。素材の旨味がダイレクトに喉に伝わる美味しさです。結構牛乳とか優しい味でスッと入ってて、オニオンリングががっつり食べられるんですけど、この飲みながらだととっても食事に合ってめちゃくちゃ美味しく感じられます。3点セットお得ですね。ぜひ食べてみてほしいです。玄米リゾット以外のヘルシーフードも充実、ビーガンでもそうじゃない方でも楽しめるお店でした。今はスコーンが12種類とフルッペが7種類あるんですけど、日々
性どんどん増えていくので、これからも増えていくと思います。お客さんのメニューは、皆さんの激安のメニューですか？塩品種の下の香りを使ったスコーン、新ジャンルのスイーツスコーンで、魔法のスイーツスコーンを届けるのがおすすめ。ループは、イチゴのスイーツがおすすめです。そう、今日はおすすめがしますか？私自身は自宅で保護猫のアドバイスランティアをしてまして、命と向き合うことが多いので、ヴィーガンに興味を持ちました。今でも美味しいものがある、美味しく食べられるということを、いろんな方に知っていただいて、やりました。今日いただいたんですけど、ヴィーガンって、それちゃんとですね、美味しいものを使いました。なるべく、ヴィーガンを食べるために美味しく食べているというような経験です。入り口が分かりにくくて入りにくいかもしれませんけど、お気軽にご来店ください。スコーンの食べ放題が2時間専用でドリンクもついてきますので、たくさんの方にお試しいただきたいです。ありがとうございました。素敵な特典をいただきました。ぜひお得な特典を使って素敵な時間をお過ごしください。とちかす TV の公式 LINE を友達登録してキーワードを打ち込めばクーポンが届きます。キーワードは。ということで、今回はベビーラボさんによってスコーンセットをいただきました。国産小麦にこだわったスコーンは柔らかさも感じられて、またのチョコの濃厚な風味がスコーンと合っていて、皆さんに食べていただきたいなと思いました。とちかす TV は共に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。そしてとちかす TV に取材してほしいというお店も募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。